それではまず会社名とお名前をお願いします。はい、こんにちは。弊社は新鮮トレンドウーテクニック会社です。ちょっと名前はコーレイと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、もう一人は I'm Richard。 Richard です。はい、ではこちらでお取り扱いしている商品ご案内してもらってもいいですか。はい、ちょっと今回の展示会で展示させていただいているものはポータブル電源です。こちらの商品は最近ここ数年とか日本地震とかよく起きる国なので、ちょっとこういう電源非常の時とか、あと郊外キャンピーの時もよく使えるものです。これは、150W とか 150W 以下の家電製品とかも使えます。例えば充電も3つがあって、普通の交流で充電したり、あとは車の電源で充電したりして、あとその最近のソラエコのソラチャージもできます。で、出力の方は今これもディスプレイさせていただいてる、こういう冷蔵庫とか、そうですね、あとはこういうお湯沸かしのものも結構使えます。で、あとこれがソラーチャージの、これを通してなんかさ、じゃあこれは充電するためにソーラーパネルも使えるっていう。で、これに充電して、一回充電したら停電の時こういうものを電気に供給したり、あとお湯沸かしとか、あと携帯電話の充電とか、あと非常用の時も懐中電灯として使えます。こちらがここからランプが出てきます。懐中電灯として使えます。こちらは AC の交流のを使う家電製品の充電電気を供給したり、こちらは今これをディスプレイしているその冷蔵庫のこのまま挿して充電はできます。今も動いてます。はい、そう、このものでブランド名はエッパーです。エッパー、はい、というブランド名ですね。これは日本に初めて入ってきている商品なんですか。そうですね、今回は初めての出店です。ちょっと ここ日本語載ってる、ちょっと映れますか。非常時対応、家庭用のアウト用、そうなんですね。最近キャンピーも流行ってると思いますが、こういうものも結構使えます。はい、これの今これ多分冷蔵庫ですね。これこういう電気毛布とか、そうですね、約8時間、この18ワットの約8時間、これ冷蔵庫45ワットの約3時間は充電できます。こちらもパソコンと iPhone とか扇風機とか、その撮影用の照明灯とかもいろいろ使えます。すごいですね、これは iPhone15 回充電できるんで、もうみんなで携帯充電できないときに1個あればっていう感じですね。そうですね、なんかその、車中泊、そういうのも流行ってますね。車で旅行したり、こういうのが1個持っていれば結構いろいろ使えます。はい、普通のコンセント使えれば何でもできますもんね。そうですね、ボルトも110とか、その210ボルトの電気製品も使えますね。 AC とか QC もついてますし、そう、あと、DC とかも USB の対応もできます。はい、わかりました。どうもありがとうございます。